よし。オッケー。じゃあ改めて布団入るね。ちょっと枠の間にお手洗いに行ってきたんだけど、廊下寒い。あったかい人。米出てない。よいしょ。朝とかさ、起きて、うがいしなきゃって言ってさ、洗面台の方まで行って、あ、寒って言って、こうやって布団履いてあったかい。少し温まったら起きよう。そっか、みたいな。そう、みたいな。最高。でもこの二度寝は僕ね、後悔しちゃうんだよな。もう二度寝しようって時の二度寝は最高なんだけど。よいしょ。ってわけで、いただいたお題で、あいうえお雑談。今回は「す」と「ず」。ラジオ聞いてた時に、こう「スジャータスジャータ」、緑色の「いつも」みたいな、スジャータの後は全然覚えてないんだけど、なんかそんな感じで、でスジャータがなんか0時とかお知らせしてくれるんだけど、そのスジャータが 何なのか全く分かんないんだよね。僕のなんか勝手なイメージでは、牛乳に入れて飲む粉なんだけど、コーヒーミルクなんだ。携帯落としちゃった。コーヒーミルクなのね。なんかあれだよね、そうそう、なんかあれなんだよね、なんだっけ、仏教関連の言葉だよね。菩提樹かなんかで修行しててヘロヘロだったブッダにミルクをあげた女性の名前だと思うんだ、多分。スジャータって。で、そこから、社名の由来も多分そこからなんだよね。コーヒーミルク、ミルクだもんね。
そう、スジャータさん、それはなんかね、知ってた。世界史やった時に。ええー、と思って。じゃあ僕が、ものしりということを披露したところで 次行こうかな。どやどや。どや。移動してるの見るだけでも結構た、あ、え、なんでだろう。僕子供の頃砂時計も水時計も持ってた気がする。水時計、あ、そう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 、あれなんでなんだろう。時計マニアだったのか。なんかね、眺めてるだけでもいいよね、ああいうのね。別にね、実際その時間が測れるかどうかはさておいて、まあもう測れるかどうかというか、その時間を測ることがあるかどうかはさておいて、砂時計、あ、紅茶入れるときに使う。え、なんかおしゃれ。おしゃれだな、そういうこと僕も言ってみたいな。家にだって砂時計があって紅茶入れるときに使うの、かっこいいな。あ、ちょっとこれ、それ今度なんか、あれだな、パクろう。やってもないのに言おう。あ、砂時計ね、うん、紅茶入れるときに。いいな。あ、それはすごい素敵。僕昔多分記憶、薄ぼんやりした記憶では計算ドリル解くのに使ってたけど、でも、うん、あんまりしっかり使ったイメージないな。堂々パクリ宣言。あの、実際僕あんまり紅茶飲まないからね。コーヒーにするか。でもコーヒーは時間計る必要ないもんね、多分ね。お砂時計。ああ、でもそれぐらいかな。でもなんかそういえば持ってたって思い出せたのはちょっと嬉しいな。むしろなんで捨てちゃったんだろう。どこにあんの、まだ持ってんのかな。まあちょっと今度 実家に戻ったら見てみる。ブラックラテ派。基本はラテで、カッコつけるときはブラック。 あ、まあそのブラックはやっぱ味がね、やっぱりコーヒーの味はブラックだよねとかはないんだけど、こう、なんていうのかな、仕事とかでもさ、こうカフェとかで喋るときとかは、ああ、僕はブラックでみたいな感じでね。そう、僕もね、最初はブラック苦手だったんだけど、かっこいいかなと思ってブラック飲んでたらなんか大丈夫になったね。コーヒーの種類言える？え、コーヒーの種類ってキリマンジェロみたいなやつ？あ、全然わかんないな。僕はあの コーヒーの種類じゃないけど
たまに買ってるのはマイルドカルディってやつだね。あのカルディっていうお店があるんだけど、そこでコーヒー買うことがあるね。それはあのコーヒーの種類じゃないと思うけど、今日すごくノイズっぽいのがいいって書いてある。ごめんね、大丈夫かな。携帯が近いからかな。たまにあるんだよね。めっちゃ甘い。そう、結構甘めだよね。よし、じゃあ次行くね。水曜日。テーマは水曜日。水曜日、まあ今日だよね。僕にとってはなんか本当添い寝雑談の日って感じだな。なんかね、もうあの水曜日から僕結構そわそわしだすね。何話そっかなみたいな。で、だいたいね、昼とかに、あ、これ話そうって思ったことはね、話さないで終わるんだよね。で、終わった後で、ああ喋ってないみたいな感じになるな。だからもう結構ね、昼間とかはそわそわして、何喋ろう、あれ喋ろうかなとか、先週何があったっけなとか、ある意味では僕の中では1週間の区切りみたいなとこあるかもね。水曜日から水曜日まで、で何があったかなって考えるみたいな。まあ農産業でありがとうね。早く帰ってきてくれ。ネタ帳は作ってないの。あ、結構、あ、ネタ帳というか、まあ、今はネタ帳兼日記みたいな。思いついたことを日記に書いてるかな。そうでね、添い寝雑談が終わると、木金で週末だから。なんかこう、いいよね。我ながら、水曜日に選んだのは、なんかナイスな気がする。水曜がデートだと思われてる。あ、そういうことか。早く帰るからってこと。なんかちょっといいね。嬉しいけど。そうだ、本当そういえば、あの、あれだね、さっきね、喋ろうと思ってたことあったんだけど、すっかり忘れてたし、別にそんなに面白い話じゃなかったし、あの、まあ、喋るんだけど、リップクリームをさ、買ったの。唇ちょっと乾燥しちゃうなと思って。で、ほんと特に選びもせずに何気なく取ったのね。まあこれでいっかみたいな。で、お店そのレジ出したら820円ですって言われて、え、リップクリームでそんなに高いのあるのと思ってさ、全く値段見なくて、で、僕はレジの人が結構不慣れなおじ、なんか慣れてなさそうな手つきのおじいちゃんだったから、
間違えてるのかなと思って、そんなしますみたいな 聞いたらもうしますねって言われて でもそこでね、引き返す勇気が欲しかったね。うん、買っちゃってさ もう意地でもなくさないで使おうと思って。高いよね。そうだよね。なんてやつ。なんかね、医療用、改めて見たら、なんだっけな。ちょっと、多分コードに入ってるから、使い心地どう？普通 普通かな ファーとはならないし、3日後くらいになくしてそう。なくしてそう。てかね、なくすというか、そのコートに入れっぱなしで、そのまま別のコートを着て行った時に、あ、乾燥してるリップクリーム使いたいなって思った時にない。で、別のリップクリーム買って、家にリップクリームがわんさかあるみたいな感じにね、なっちゃうな。リップは各部屋、カバンに入れてある。わ、すごいね、女子だね、なんかね。あ、そうなんだ、そういう準備万端だな。でも大事だよね。実際まだ平気なんだけど、もうちょっと乾燥すると、ほんとね、カサカサになっちゃったりするから。ごめん、ちょっと水飲むね。喉乾いた。よいしょ。さっきもね、話したけど、準備薬の時ね、もう味の濃いものを食べたから、すごい喉乾く。じゃあ次行こうかな。あれ、今何のお題でこの話になったんだっけ？あ、僕が喋りたかっただけだ ごめん。じゃあ次行くね。ごめん、ちょっと何にも選択できてなかった。これだ。テーマは、スクルト。来ると、これはね、ドラゴンクエストの呪文だね。味方全員の防御力を上げるっていう呪文なんだけど、殴られると、人間社会で言うと殴られても痛くないみたいな、スクルトをかけてると。で、これね、ドラゴンクエストって結構性格が出るというか、まあ本当に攻略とかを知ってると、このモンスターは殴ってくるから、あらかじめスクルトをかけておこうとか、このモンスターは魔法をかけてくるから、ファイヤーとか、ファイヤーじゃないか、メラとかね、炎の魔法を使ってくるから、あんまりスクルトは意味がないから使わないでおこうみたいな攻略とかをしっかりしてる人は、その使い分けてくんだけど、僕雑だから もうね、スクルトみたいなのめんどくさい、その
自分がスクールとかけると自分の番一回飛んじゃうのね。単性って言って僕が行動した、敵が行動した、僕が行動したって順番にやっていくから、だからそうすると一回スクールとすると、うるせえそんなことより殴るんだっつって そんなことより攻撃だって言って、攻撃ボタン連打するタイプの性格だから僕。今度スクルトとか使ったことないね。バイキルトって言って自分の攻撃力が、自分の筋肉が2倍になる感じ、リアルだと。っていう魔法があるんだけど、それはね、結構使ってたかな。ひらめさんは FF とかやらないんですか？あ、FF はね、7から始めて、7、8、9、10かな、をやって、13はね、友達から借りてちょっとやってたんだけど、あんまり進まずに返すことになっちゃったから、まあ13も少しだけやったかなって感じ。僕、ゲームやったのそんなに早くないから、ドラクエもね、5、6、7しかやったことないんだよね。テイルズとか、僕ね、テイルズとかね、あとなんだろう、他に、なんだろう、ゼノギアスとか、なんかそういう他の RPG はね、全然触ったことないんだよな。あ、そうだね、スターオーシャンとかね、もうやったことないんだよね。FF7 は人気だよね。僕もまあ好きだけど。キャラクターはね、8が僕一番好きなんだよな。ペルソナもやった。 ペルソナはでもあれだけ、4だけ。ああ、キングダムハーツね、やってみたいなと思ってたけど結局やったことないな。乙女系は興味ないですか？でも僕はニコ生でドキメモガールズサイドやったし、それとは関係なく昔、コルダやったことあるよ。そう、コルダとアストロノーカでどっちやろうかちょっと悩んだんだよね、実況のね、動画。それで結局アストロノーカにしたんだけど、そっち終わったらコルダとかもやるかも。なんでやろうと思ったんですか？あ、もう単純にそういうのが好きなやつがいて、仮、面白いからやりなよって言ってやらせてもらった感じ。でもね、コルダは誰とも付き合えずに終わったね。おひねりめちゃめちゃ稼いで、ぶっちぎりの成績で学校出たけど、暗い青春に、もうあと5分、早い。なんかね、コルダってゲーム、人に近づいて楽器を演奏するとおひねりがもらえるんだよね。で、自分のレベルが上がると相手に届く範囲と、
おひねりをもらえる金額が増えるの。それが楽しくて楽しくて、もうね、ほとんど商人だったね。BP、 あ、その辺ちょっと覚えてないな。ほんとかなりね、前にやったから。一応ね、狙ってたのはね、名前ちょっと覚えてないな。髪が青い子、結構暗めの優等生かな。そうそう、月森くんかな。マスタラ農家終わったら、それはね、やりたいかも。しかもね、コルダ持ってるんだよね、すでに。家にあって。で、なんでやらなかったかって、プレステ2のコントローラーが壊れてて、できなかったんだ。で、仕方なくアストロノーカーやったんだけど。そうだそうだ、まあその辺がなんとかなりそうなら、いつかね、やってみたいなと思うんだけど。なんかあっという間だね、もう終わりか。そうだね、ゲームもいっぱいね、遊びたいんだけど。風のクロノ。風のクロノは、なんだろう、どんなゲームかもわかんないな。へえ。もうちょっと一応覚えとく。ありがとう。もうそろそろ終わりかな。ごめん、短くなっちゃったけど、ちょっとだけギュッてして、じゃあ終わろうか。よいしょ。お疲れ様。ぎゅー。ほんとあっという間だね。しかもなんか また脱線しちゃったから、ほとんど、ね、お題消化できてないけど、また毎日フリートークで一個ずつ、喋ろうと。布団があったかくて出たくないな。 ふう。